日蓮商人像、長崎市本蓮寺、日蓮商人像、京都市左京区明伝寺、日蓮2月16日公安5年10月13日は、鎌倉時代の仏教の僧鎌倉仏教の一つである日蓮宗の宗祖。鎌倉での宗教活動を理由に、特層法上時宗によって、佐渡に流罪にされる。流罪を斜面後、異腸系の病により入滅。 滅後に、皇室から日蓮大菩薩と立正大師の死亡を追贈された。継承として、日蓮聖人や日蓮大聖人などと言われるが、本校では継承なしで表記する。日蓮は、上級4年2月16日、安防国長教軍登場豪返会の漁村で誕生した。片海の場所については、諸説あるが、内浦湾東岸の地とされている。 両親について、父は、抜きなしげただ、母は、梅くとする伝承がある。日蓮は、自身の出自について、日蓮は、安亡国、登場、片海の石中の船民がこなり、海辺のだらがこなり、登場郷、片海の雨がこなりと述べているので、漁業を制御とする家庭の出身と考えられる。ただし、両親は、荘園を所有する両家の夫人から保護を、 受けており、日蓮自身東場里にある清澄寺で、初等教育を受けているので、両親は最下層の漁民ではなく、漁民をまとめる、召喚級の立場にあったとみられる。日蓮は12歳の時、初等教育を受けるため、安房国の当時は、天台宗人員であった清澄寺に登った。天台宗は、地義以来ッケ業を最も優れた経典とする五時八分経の、 競争晩酌を受け継いでいた。師匠となったのは、同禅坊であり、先輩である、清志秋房、儀上坊から学問の手ほどきを受けた。陽名は、善美麻炉、あるいは薬王麻炉と伝えられる。清澄寺に登る前から学問を志していた、日蓮は、清澄寺の本尊である、国造菩薩に、日本第一の死者と成した前、という、願を立てた。 少年時代の日蓮は、自身の誕生の前年に起きた、上級の乱で、新言密教の祈祷を用いた、朝廷法が、鎌倉幕府方に敗れたのはなぜか、との問題意識を持っていた。また、仏教の内部になぜ多くの宗派が分立し、争っているのか、との疑問もあった。清澄寺にはこれらの疑問に答えを示せる学章が、いなかったので、 日蓮は既存の宗派の協議に盲従せず、自身で経典に取り組み、経典を基準にして主体的な施策を続けた。伝承によれば、日蓮は16歳の時、同前坊を師匠として、特度、出家し、絶世坊連長と名乗った。日蓮が17歳の時に書者した、受血縁たら義州、凍結城に、絶世坊の直筆署名がある。特度した後、 国造菩薩に真剣に祈り、主体的な施策を重ねた結果、日蓮は、ある日、各宗派や、一切教の価値、列を知るという重要な宗教体験を得た。次に日蓮は、この宗教体験を経典に照らして確認し、各宗派の教義を検証するため、比叡山延暦寺、恩城寺、高野山などに留学することになった。留学の中心は、延暦寺で、 滞在したのは、比叡山横川の弱光院と伝えられる。比叡山での研鑽の結果、日蓮は、アジャリの称号を得ている。比叡山で日蓮は、妙法蓮華経を中心とする文献的な学問と、いわゆる天台本学思想を学んでいる。絵心流の赤学、年則を、比叡山における、日蓮の詩とする説もあるが、日蓮は年則から学んだとは述べておらず。 実際には、年寄りの講義に参加していた程度と考えられている。留学中に、日蓮が著写した文献には、受血炎たら儀州、凍結城と五輪駆自命秘密尺がある。著作としては、解体促進上物議など数編が伝えられるが、いずれも新筆はなく、義書の疑いがある。十数年に及んだ、留学の結果、日蓮は、 一切教の中で、妙法蓮華経が、最小の経典であること、天台宗を除く諸宗が、妙法蓮華経の最小を否認する方法を、犯していること、時代がすでに末法に入っていることを確認し、32歳で、南無妙法蓮華経の愚痴を開始することになった。留学を終えた日蓮は県庁4年秋、あるいは翌年春、清澄寺に戻った。 県庁5年4月28日、師匠、道禅坊の自物堂で、遊学の成果を成長時の僧侶たちに示す場が、設けられた。その席上、日蓮は念仏と禅宗が、妙法蓮華経を誹謗する方法を犯していると、主張し、南無妙法蓮華経の題目を唱える、正大行を説いた。南無妙法蓮華経の言葉は、 日蓮の以前から存在し、南無妙法蓮華経と唱えることは、天台宗の修行としても行われていた。その場合、南無妙法蓮華経の正代は、南無阿弥陀仏の正妙念仏などと、並行して行われた。しかし、日蓮は念仏などと並んで題目を唱えることを、否定し、南無妙法蓮華経の正代のみを行う、先週題目を主張した。 日蓮が念仏と禅宗を破説したことは、大きな波紋を広げた。念仏の信徒であった東場座との児童、東条影の部が、日蓮の言動に激しく反発して、危害を及ぼす恐れが生じたため、日蓮は成長時にいることができなくなり、兄弟子である、清志秋房、儀上坊に導かれて清澄寺を退出した。伝承によれば、立僧にあたって日蓮は、それまでの、 是正坊の名を改め、日蓮と名乗った。また、立僧の後、両親を訪れ、妙法蓮華経の信仰に消えせしめたと伝えられる。立正暗黒論日蓮は、県庁5年、鎌倉に移り、名古市の松葉がやつに草案を構えて、愚教活動を開始した。この年の11月、後の六郎僧の一人である、ベンアジャリ日僧が、日蓮の門下となったとされる。 鎌倉進出の時期については、県庁六年、または、同八年とする説もある。鎌倉進出当時、日蓮が辻説法によって布教したと伝承されるが、日蓮異文には辻説法を行った、事実の記述はない。この時期に、僧侶としては、日正、日郎、三位坊、大臣あじゃり、在家信徒としては、不、狐忍四条ぶ、史よりもと、 池上宗中、工藤義高らが、日蓮の門下になったと伝えられる。昭華元年8月、鎌倉に大地震があり、ほとんどの民家が倒壊するなど、大きな被害が出た。日蓮は、多くの死者を出した、自然災害を重視し、災害の原因を仏法に照らして救命し、災難を止める方法を探ろうとした。伝承によれば、昭華2年、日蓮は、 駿河国富士郡岩本にある、天台州寺院、実装寺に上り、同時に所蔵されていた一切経を閲覧した。この時期、日蓮が、仏教の対抗を再確認にした成果は、一代、聖教大尉一年三千理事、十女是寺、一年三千訪問、小北家大目章、守護国家論、災難大事象などの著作にまとめられた。その上で日蓮は、 文王元年7月16日、立正安国論を時の最高権力実力者にして、鎌倉幕府第五大執権の法上時よりに提出して、国主官業を行った。立正安国論によれば、大規模な災害や飢饉が生じている原因は、法年の教えが流行し、犠牲者を含めて、人々が消防に違廃して悪法に帰えしているところにある。 そのゆえに国土を守る、書店前進が国を去ってその代わりに悪気が国に入っているために災難が生ずる。そこで日蓮は、災難を止めるためには、異性者が悪法の規えを停止して消防に消えすることが必要で、あると主張する。さらに日蓮は、このまま悪法への帰えを続けたならば、次回反逆難と他国神筆難が生ずると予言し、警告した。 立証暗黒論で日蓮は、とりわけ、法年の先週念仏を批判の対象に取り上げる。それは、貴族階級から民衆レベルまで広がりつつあった先週念仏を抑止することが、自身の仏法愚痴にとって不可欠と判断されたためで、ある。この時期に作成された、守護国家論、念仏者追放戦時事などでも徹底した念仏批判が展開されている。 松葉がやつの法難しかし、立正安国論による国家官業は鎌倉幕府から完全に無視された。逆に、日蓮の念仏派説は、念仏勢力の激しい反発を招き、文王元年8月27日の夜、松葉がやつの総案が多数の念仏者によって襲撃された。この法難の背後には、執権、北条長時とその父、 北条十字の意志があったと推定される。日蓮は、草案襲撃の機難を免れたが、もはや鎌倉にいられる状況ではなくなった。そこで、下唄国若宮の府、狐つね忍の館に移り、愚教活動を展開したとされる。この時期に、下唄国在住の大田城、名、曽谷教神、秋元太郎らが日蓮に帰依したと伝えられる。 伊豆流罪校長元年5月12日、鎌倉に戻った日蓮は幕府によって拘束され、伊豆の伊藤に流罪となった。その際、マナイタイワという岩礁に置き去りにされた、あるいは、河名の漁師、船森や三郎の保護を受けたという伝説があるが、いずれも根拠のない伝承に過ぎない。船森やさ郎もと、御所は、新筆が現存せず、偽書説が強く出されているので、 根拠にはならない。伊豆る在中、日蓮の監視に当たったのは、伊藤の児党伊藤八郎左衛門ゆうひであった。八郎左衛門は念仏者だったが、病を得た折、日蓮の記念によって併誘したので、日蓮に帰えした。また、伊豆る在中、日蓮が、岩本実装寺に滞在していた時に門下となった、日光が伊豆に赴いて、日蓮に愚部したとされる。日蓮は、 伊ずる罪中に、死音章を表し、松葉がやつ法難、伊ずる罪などの法難が、法華行の行者であることの証明であると位置づけ、また、狂気時刻章を表して、いわゆる、宗教の五公の教番員を明確にしている。校長三年二月二十二日、日蓮は、伊ずる罪を赦免された。その赦免は、成人後何時に、小才名時伝の日蓮を許ししとあることから法上。 時折の判断によるものと判断される。小松原の法南文英元年の秋、日蓮は母の病が重篤であることを聞き、母の看病のため、故郷の安房国登場豪編会の故郷に帰った。それを知った東場座との児童、東場影信は日蓮を襲撃する機会を狙った。同年11月11日の夕刻 天津に向かって移動していた日蓮と弟子の一行に、大使、東条影信は、弓矢や太刀で武装した数百人の手勢を持って、襲撃した。日蓮は頭に傷を受け、左手を骨折するという重傷を負った。この法難で、鏡忍棒と伝えられる弟子が討ち死にし、急を聞いて駆けつけた、工藤義隆も、瀕死の重傷を負い、その傷が原因となって死去した。 11月14日、日蓮は見舞いに訪れた、旧市、同然坊と再会した。日蓮は、同然坊に対し、改めて念仏が、地獄のもとであると説き、妙法蓮華行に帰還するよう説いた。その後、日蓮は文英4年まで、暴走方面で愚境し、母の死を見届けて、同年末には、鎌倉に戻ったと推定される。 蒙古国書の到来文英5年1月16日、蒙古と駒の国書が九州の太宰府に到着した。両国の国書は直ちに鎌倉に送られ、幕府はそれを朝廷に改装した。蒙古の国書は、日本と通行関係を結ぶことを求めながら、軍事的進行もあり得るとの威嚇の意も含めたものであった。日蓮は盲庫国書の到来を外国侵略を予言した。 立正暗国論の正しさを証明する事実であると、受け止め、執権、法上と木胸、侍所書士、平頼津奈良の幕府要人のほか、極楽寺、良官、県庁寺道宝鎌倉仏教会の主要僧侶に、対して、書簡を発し、諸州との工場対決を要求した。十一通語書においては、念仏無限、善天馬、新言傍国、律国族という、 地下の格言を見ることができる。しかし幕府は日連の主張を無視し、むしろ日連教団を幕府に従わない危険集団とみなして教団に対する弾圧を検討した。竜の口の法南文英8年6月、日連は当時関東における新言立衆教団の中心者で、否認の労働力を組織化することで道路や橋の建設、 公安の維持管理などの事業を行っていた、極楽寺領館が、干ばつに際して幕府に、旧の祈願を要請されたことを知り、7日の間に、雨が降るならば日蓮が、領館の弟子となるが、降らないならば領館が、妙法蓮華行に消えせよと、交う祈願の勝負を申し出たが、領館はこれに応じなかった。9月10日、日蓮は幕府に召喚され、刑事裁判を管轄する。 侍所の諸子、平左衛門の城ノジの尋問を受けた。9月12日へう国、平ヒラ・は武装した数百人の兵士を率いて、日蓮の逮捕に向かった。その際、兵士らが松葉がやつの草案に、経天類を撒き散らし、妙法蓮華経の冠軸を持って、日蓮を調着するなどの暴行を働いたが、日蓮は、平頼綱に対して、 日蓮を迫害するならば、内乱と外国からの侵略は不可避であると主張し、勘業した。平頼綱は日蓮を馬に乗せて、鎌倉中を引き回し、佐渡国守護である、北条信時の館に預かりとした。平頼綱は内々で、日蓮を斬首する意思を固め、同日夜半、日蓮を竜の口の形状へと連行した。日蓮が斬首の場に臨み、 ケが執行されようとするとき、江ノ島の方角から強烈な光者が現れ、タッチを取る武士の目が眩むほどの事態になって、ケの執行は中止された。この時の体験は、その前後で日蓮の愚境を大きく区分する意味を持つ。日蓮は、開目章で、日蓮といいし者は、去年9月12日終しの時に首跳ねられぬと述べて、それまでの日蓮は、 ひとまず終わったと述べている。また、三沢省では、自身が、サドルザ以前に述べてきた教えは、釈尊の、南次禅教のようなものであると説いている。日蓮は、竜の口の方な以後、新たな境地に立って、愚境の歩みを開始した。佐渡に出発する前日には、初めての文字マンダら本尊を図形している。残手を免れた日蓮は、直ちに、相模国越にある。 佐渡国守護大、本間六郎在門十連の館に護送され、一ヶ月ほど、そこに留め置かれた。その間、幕府内部で、日連の処分について表記され、最終的に、佐渡国への流罪と決定した。この法難で迫害を受けたのは、日連一人ではなく、鎌倉の門下264人が、リストアップされ、逮捕、監禁、追放、所領没収などの処分を受けた。 この法難は、鎌倉における、日蓮教団の壊滅を意図する大規模な弾圧であり、猛虎襲来の危機に対応するため幕府にことを唱える、悪党を鎮圧する防衛体制強化の一環として、なされたと考えられている。開目省10月10日に、越を出発した日蓮護僧の一行は、10月28日、佐渡に到着し、11月1日、廃所である、 塚原三枚堂に入った。日蓮には日光など数人の弟子が随行していた。塚原三枚堂は、名前の通りバカのある野原に建てられた粗末な衝動で、冬は雪が吹き込む建物であり、与えられた食料も乏しく、極めて厳しい環境だった。廃所に到着した日蓮は、直ちに、開目章の執筆に着手、翌年2月に完成させた。 執筆の背景には法難によって多くの門下が信心に疑問を持ち退転していった状況があった。門下の疑問とは、妙法蓮華経の行者には書店の加護があるはずであるのになぜ、日蓮とその門下に加護がなく迫害を受けるのかというものであった。日蓮は今後の愚教のためにもこの疑問に答える必要があった。日蓮はこの疑問に答えるために まず、末法の主張が消えすべきおもし親の到達を、儒教、下道、内道の検証を通して明らかにしようとする。仏教とそれ以外の宗教の検討の後、さらに仏教内部の教について、大乗教と小乗教、大乗の中でも、妙法蓮華教とそれ以外の教、妙法蓮華教の中でも前半と後半、本門の中でも、文上本門と、門弟本門との価値。 列を論じ、結論として、妙法蓮華教の門邸本門の教であるナム、妙法蓮華教が、末法に愚痴すべき消防であることを明らかにしていく。日蓮教学において、それぞれの教の比較は、一内外相対、二大小相対、三言実相対、四本弱相対、五四月相対の、五重の相対として議論される。開目章では、教の検証を通して諸集が、 今日の先進価値列を知らずに方々を犯しており、日蓮こそが、今日の価値列を正しく知る真の行者、すなわち末法におけるおもし親の主体であることを、明らかにしていく。開目章に示された、我が日本の柱とならん、我が日本の眼目とならん、我が日本の大船とならん等と、誓いしねがや破るべからずとの三大誓願は、主、子親の表明と解される。 その記述を通して、先の疑問に対する答えが示される。すなわち行者に、書店前身の過去がない理由として、一教問や、歴史上の先人の例に照らして行者が難を受けるのは、むしろ当然である。二行者が、難に遭うのは、行者自身に、放暴の罪があるからである。三白外者に順次生に地獄に落ちる重罪がある。場合には現世に、厳罰は、 現れぬ四行者に、書店のカゴがないのは、書店前身が、方々の国を去っているためである、という四点を示して、その回答としている。開目章が完成した、文英九年二月、鎌倉と京都で、幕府内部の戦闘が生じた。幕府中枢が、北条一門の名古屋時明、則時兄弟と、北条時宗の諸兄で、六原短大南方の職にあった。 北条時助を、無本の罪を着せて中殺した、粛清事件である。日蓮が、立正安国論で予言した、次回反逆難が、現実のものとなった。関心本尊省文英九年の初夏、日蓮の廃書は、塚原三枚堂から国中平野の西方に位置する、市の谷に移された。それまで日蓮を保護してきた、守護大 本間十連が佐渡を離れたことに伴う処置であった。居住環境という点では改善されたが、念仏者らに命を狙われるという状況はまだ続いていた。この頃、門下の中に日連の斜面を幕府に単画にしようとする動きがあったが、それを知った日連は斜面運動を厳しく禁じている。文永十年四4月、日連は、 自身が図験した文字マンダラ本尊の意義を明かした関心本尊章を表した。本章では、マンダラ本尊を受け持ちして、南無妙法蓮華経の章題を行ずることが成仏への修行であることを示し、日蓮の仏教における実践を明らかにしている。関心本尊章では、まず、天台大師がマカシカンで説いた一年三千の法理と草木成仏の義を確認し、 紙や木の板に記されるマンダラが、仏の力用を持つゆえんを示す。ついで、十回った外部の法理について、詳細に論じ、妙法が、一切の仏を成仏させた、脳の存在であるゆえに、妙法を受け持ちすることによって仏が有する一切の、苦毒を譲り受けることができると説いている。後半では本尊について何時言経、妙法蓮華行釈門、文上本門、 門帝本門の段階を追って解かれる。協定の序文、正宗文、流通文に分ける三文化行を五重にわたって論じ、文上本門が脱液の訪問であるのに対し、題目の五字こそが、末法に偶像する下水液の訪問であることを明らかにしている。サドル材において日蓮は、生命の危機に直面したが、その中でも多くの著作を残して、 自身の思想を展開していった。また、佐渡百福と言われるように、多くの曼荼羅本尊を図見して門下に授与した。さらに、日蓮の人格と教えに触れて、佐渡在住の人々から、阿仏坊や国府入道、中高入道など多くの門下が生まれている。文永11年2月、執権、法上と金村は、日蓮の斜面を決定し、斜面上が3月8日に、 佐渡にもたらされた。佐渡ル罪の処分が根拠のない残言によるものであったことが判明し、また猛虎襲来の危機が切迫してきたためである。日蓮は3月13日に佐渡を立ち、3月26日に鎌倉に帰還した。剣仏未来期、文英10年には剣仏未来期を記す。ここでは釈迦、釈、迦地義 最長等の生きた時代に生まれなかったことを嘆きつつも、末法の自分は、光線ルフ、仏法聖戦の使命があると決意している。身延入山文英11年4月8日、日蓮は、幕府の要請を受けて、平頼綱と会見した。頼綱は、低調な態度で、猛虎襲来の時期について、日蓮に尋ねた。日蓮は、年内の襲来は必然であると答えた。 頼綱は寺院を寄進することを条件に、日蓮に、猛虎部区の祈祷を依頼したが、日蓮は諸州への帰依を止めることが必要であるとして、その要請を拒絶したと伝えられる。日蓮は、猛虎部区の祈祷を、神言師に命ずるべきではないと頼綱をいめたが、頼綱はそれを用いなかった。立正暗国論提出時、文英八年の逮捕時、 さらに今回と3回にわたる官業も幕府が受け入れなかったことを確認した日蓮は、これ以上幕府に働きかけるのは無意味と考え、鎌倉を退去することにした。そこで日光の勧めに従い、5月17日、日光の釈伏で日蓮門下になっていた南部実朝が自党として治める開国見延に入った。 そのまま日蓮は著述活動を持続し、身延到着後間もなく、日蓮自身の北ッ教官をまとめ、三大秘宝の名目を挙げた、北ッ取り利用書を完成させている。鎌倉退居の後も日蓮は幕府にとって、警戒の対象になっており、対外的には、尊政の形であったから、身延入山後は、門下以外の者と面会することを拒絶し、入滅の年に、 日立の湯に向かう時まで身延から出ることはなかった。訪問客は多く来ていたが、煩わしいと述べている。身延山中は、大雪が降ることもあり、体調を崩しがちになる。文英の約文英11年10月、3万、数千人の猛虎、高麗軍が津島と一気に上陸、防備の武士を全滅させ、さらに、博多湾に上陸した。日本の武士は、 猛虎軍の集団戦術や炸裂弾や探求、毒矢などの武装に苦しめられ、戦闘は一週間ほどで終了したが、日本側は深刻な被害を受けた。日蓮は2年後の検事2年に記した、一の谷入道御所で、津島、壱岐の戦況を記述している。幕府は、文永の役の後、再度の襲来に備えて、戦時体制の強化を図り、 呂類の建設や高来出兵計画のため、東国から九州へ多数の人員を動員した。日蓮は、故郷から離れて戦地に赴いた人々の心情を詳しく述べている。戦時賞日蓮は、猛虎襲来を深く受け止め、その意味を試作した。その結論を記したのが、文永の役の翌年、検治元年に表した戦時賞である。そこでは、 猛虎襲来は、日本国が、北家行の行者を迫害するゆえに、書店前進が、日本国を罰した結果であるとし、北家行に従わない、鎌倉中の寺や鎌倉大仏を焼き払い、前僧、念仏像、由比ヶ浜で、ことごとく処刑せよと述べている。また、北家行に従わないばかりか新言像が、敵国降伏の祈祷をしているので、日本の滅亡は、 やむなしという悲観的な様子も伺える。一方で日蓮は、猛虎襲来などの戦乱の危機は日本に妙法が、ルフする契機となると述べている。戦時章で日蓮は、字を中心に、仏教史を論じ、末法は、釈尊の、白法が陰没し、それに代わって、南無妙法蓮華経の、大白法がルフする時代であるとする。すなわち、 日蓮のグズするナム妙法蓮華経は、従来の仏教を超越した経であることを明確にしている。さらに、戦時章では、仏教史の記述を通して、念仏、善、真言に対する破説がなされるだけでなく、それまで示されることのなかった、大密破説が示されている。天台宗の密教化を推し進めた第三代、天台雑の自覚大支援人を御大院、安年、 エシンソ創ズ原神と並べて、獅子の実の中の山中と断ずる。糖蜜だけでなく大密かまでも、破説の対象にしているのが、戦時省の大きな特徴となっている。その上で、日蓮自身について、日本第一の行者、日本第一の大人、一円部代第一の知人との自己規定が見られる。法恩省検治2年6月、日蓮は、自身の啓発の死である。 道前坊が死去したとの知らせに接し、道前坊の恩に報ずるため、翌月、法恩章を完成させ、清澄寺時代の兄弟子である、清明秋房、議場坊に当てて、道章を送った。法恩章の内容は、一法恩の倫理を示す、日清言密教の破説を軸に、肖像末の仏教史を概観する、三三大秘宝の法理を示す、の三点に要約される。 本章の冒頭では、おっとれ老子は使う後にせず、白亀分けだからが恩を放ず、畜生すら核のごとし、祝うや人臨をやと、法恩こそが、倫理の根本であることを示し、末尾では、日本国は、一道の南無妙法蓮華経なり、去れば花は根に帰り、神味は土にとどまる。この句毒は古道全貌の精霊の恩味に集まるべし、として日蓮が、 南無妙法蓮華経を愚図した孤毒が古道全貌に返していくと述べられている。日蓮の実践が全てし、道全貌への保温、エッコーになっているとの趣旨である。二の真言密教派説については、戦時賞では触れられなかった第五大天大座数、地償大師エンジンに対する派説や工房大師、空海の霊言の欺瞞性を暴露するなど、 戦時賞よりもさらに踏み込んだ内容が見られ、日蓮による密教派説の集大成とも言うべきものになっている。本門の本尊、階段、題目という三大秘宝の名目は身延部入山直後に書かれた、ホッケド利用で示されていたが、法章賞は三大秘宝の内容を初めて設置した著述として、重要な意義を持つの三大秘宝賞まで待たねばならない。 本文の本尊について、法案省では、一には、日本、内市一円部台、一同に、本文の教主釈尊を本尊とすべし。いわゆる法等のうちの迦型法、外の諸物並びに、上皇等の四菩薩は記事となるべしと説かれる。この文の解釈は、各宗派で異なる。例えば、日蓮宗ではこの文の、本文の教主釈尊を、文上受領品に説かれる。 苦道実情の釈迦仏とするのに対し、日蓮招集では、釈迦仏を、消防増造時代の教師とする立場からこの、本門の教師釈尊を、本因妙の教師釈尊すなわち、日蓮自身であるとする。本門の題目については、3には、日本内史感度、月史、一円部題に人ごとに誘致無知を切らはず一同に、 タジを捨てて、ナム妙法蓮華経と歌うべし。このこと未だ広まらず。一縁舞台のうちに、仏滅後百二十五年が、間数とも唱えず、日蓮数と、ナム妙法蓮華経、ナム妙法蓮華経等と声も惜しまず歌うるなりと、説かれる。身の部において日蓮は膨大な書簡や、訪問書を執筆し、多くの文字ンダら本尊を図見して、門下を共同した。 時には百人を超える門下が参集して、ホッケ業の講義を受けている。日蓮のホッケ業講義を、後に、日光文流がまとめたのが、五菊伝、日向文流がまとめたのが、五講危書きとされている。厚原法南、日蓮の身の部入山後、弟子の日光を中心に、富士方面で活発な愚教が展開された結果、日光が愚奏をしていた四十九院や、岩本実装寺、 流泉寺などの天台宗寺院で、重曹や、近隣の農民らが改修して、日蓮門下となる状況が生まれていた。その動きに対して、各寺院の住職らは反発して、日蓮門下となった重曹らを追放するなど、対抗したため、日蓮門下と天台宗側との抗争が生じた。天台宗側は、北条特宗家と結びついており、 幕府権力を後ろ盾として、日蓮門下に圧力を加えた。構想が、頂点に達したのは、公安2年9月21日である。厚原流泉寺の院主大行地は、稲刈りに、多数の農民神徒が集まっていた機会を捉え、武装した武士の騎馬集団を用いて20人の、農民神徒を捉えた。神徒は、鎌倉に連行され、 北条特捜家の火星を司る内官僚を兼務していた平左衛門の城より綱の取り調べを受けた。日蓮はこの事件を日蓮門下全体にわたる重大事件と捉え、鎌倉の中心的信徒である四条金吾に書簡を送り拘束されている農民信徒を励ましていくよう指示している。日蓮は農民信徒が厳しい取り調べにも屈することなく、 信仰を貫いている事実を知り、自身の生涯の目的を遂げたと述べている。なお、行地側から、農民信徒を告発する訴状が出されたので、日蓮はそれに対する陳情の文案を作成して、法廷闘争に備えた。同毛史上で日蓮は、自身について、保守成人と述べている。捕らえられた二十人の信徒が一人も、ホッ行の信仰を捨てなかったため、 平頼綱は、尋問を打ち切り、10月15日、三名を残首、余りを銀国処分とした。迫害はその後も続いたが、日蓮は流線寺の重曹だった門下を、下宇佐の府、狐忍の館に、避難させるなど、事態の収拾に努めている。なお、日蓮招集では、出世の本会について、厚原法難を受けて、 公安2年10月12日に図検した、本門会談の本尊を指すとするが、日蓮宗等の他の宗派では、この解釈を認めておらず、板本尊自体も、後世の策としている。公安の役毛庫は、公安2年3月に、南宋を滅ぼすと、旧南宋の兵士を動員して、日本に対する再度の遠征を計画した。将来から出発するもと、 高来の東寺軍4万人と高南から出発する、旧南総の兵士10万人の高南軍に分け、合流して、日本上陸を目指すという計画だった。高安4年5月、東寺軍が、高来の合法を出発、津島、域に上陸して、住民を殺害した後、6月6日、高南軍との合流を待たず、東寺軍だけで、博多湾に到着し、 上陸作戦を開始した。東ず軍と江南軍は、7月初旬、平戸島付近で、ようやく合体したが、うる7月1日、大型台風の直撃を受け、壊滅的な被害を出した。元高麗来軍は戦意を失い、高来と江南に退却していった。公安の役に再始戦地に動員されることになっていた、財家文化蘇谷共進に対し、日蓮は、 感類抑えがたし、いずれの第二か対面をと現や、ただ一心に、良然浄土を着せらるべきか。たとえみは、これの難に、与え友心は仏心に同じ。根性は、修羅道に交わるとも後世は必ず、不国に一線と、共心の口を汲み取りながら、後世の成仏は、間違いないと励ましている。公安の役は、前回の文英の役とに、 日蓮による他国親筆難の予言の正しさを証明する機会だったが、一方で上級の乱の再来とはならず、新言像の祈祷で勝利してしまった。浮上入道伝語返事では予想外の事態に困惑している様子が伺える。日蓮は門下に対して猛虎襲来について広く語るべきではないと厳しく今しめた。再度の猛虎襲来と、 その失敗を知った日蓮は、台風がもたらした一時的な行行に浮かれる世間の傾向に反し、猛虎襲来の危機は今後も続いているとの危機意識を強く持っていた。朝廷への官業を公案4年、日蓮は朝廷への官業を決意し、自ら朝廷に提出する申し状を作成、日光を代理として朝廷に申し状を提出させた。 郷田天皇はその申し状を、恩城寺の赤学に諮問した結果、賛辞を得たので、陳、多実北家を持たば必ず、富士山麓に求めんとの暮らし組みを日光に与えたという。この年、日蓮の安室が老朽化して手狭になったため、十件四面の規模を持つ、大坊が建設された。その建設は、地頭、破棄実長の一族が中心となり、府 ののの門下協力もとに行われた日蓮は、検治3年の暮れに、胃腸系の病を発し、医師でもある、四条禁吾の治療を受けていたが、一時的には、回復しても病状は、次第に進行していった。公安4年5月には、日蓮自身、事故の死が迫っていることを自覚するまでになった。同年十二月には、門下への所管の執筆も困難に、 なっている。日蓮の病状は、公安5年の秋にはさらに進み、寒冷な、身延の地で年を超えることは、不可能と見られる状況になっていた。そこで門下が協議し、冬を迎える前に、温泉での療養を行うことになった。その温泉は、吐きの五方に、日立の湯とあるので、日立国の温泉と考えられる。それがどこの温泉か諸説あるが、 今日では、覇キ実長の次男、ミノル氏の領地にあった、拡大の湯と推定されている。日蓮は、9月8日、覇キ実長の指定や門下と共に、実長から送られた馬で、ミノブを出発した。富士山の北陸を回り、箱根を経て18日に、武蔵国に江原郡にある、池上兄弟の館に到着したが、衰弱が進んでそれ以上の旅は、不可能となった。 日蓮は到着の翌日、日光に口述筆記させて、破棄実長宛ての書簡を記した。その中で日蓮は、実長に対して、謝意を表するとともに、自身の墓を身延に設けるよう要請している。日蓮が池上邸に滞在していることを知って、鎌倉の市上金吾、大学三郎、富士の南城時光、下佐の府、狐忍。 大田城民など主要な門下が参集してきた。9月25日、門下を前に日蓮は、立正暗国論の講義を行った。これが、日蓮の最後の説法となった。10月8日には、日正、日朗日光、日向、日田木、き、日時の6人を、本弟子と定めた。なお、日光門流では、日蓮の入滅前に、日光に対して付属がなされたとして、 日蓮一五五法附属書と、美濃部山附属書があったと主張するが、他門流はそれを認めていない。日蓮は、公安五年十月十三日、多くの門下に見守られて、池上兄弟の館で入滅した。入滅に先立って日蓮は、自身が所持してきた、釈迦仏の立像と、中北家教を、墓所の傍らに置くことと、本弟子六人が、 母書の工芸当番に当たるべきことを遺言している。佐渡へ向かう前に滞在した地に立つ、日蓮聖人志縮の銅像、日蓮の主要教義は、三大秘宝と語義である。ここではその概要を述べる。三大秘宝とは、本門の本尊、本門の題目、本門の階段の三つを言い、仏教全般の基本である会、上への三学を、日蓮の仏教に当てはめたものとされる。 ほっけどり洋賞、法音賞、三大秘宝賞などにおいて説かれる。本文のとの言葉が冠されるのは、日蓮が広めた方が、従来の仏教を超越していることを示す趣旨である。ただし三大秘宝の解釈については、各宗派において、大きな相違がある。三大秘宝賞は、古来より、真義未決の異文である。三大秘宝という言葉は、 三大秘宝書を除いて、使用例はなく、唯一、蘇だに入道伝母と、御書で、一大秘宝という要例が見出される。本門の本尊本門の本尊とは、日蓮の仏教における信仰と礼拝の対象を言う。本門の本尊について、日蓮宗ではその実態は、工道実情本史をくるみすなわち、北華行事良品文上に説かれる五百人。 天皇上道の釈迦仏であるとし、具体的な本尊の形態としては、文字曼荼羅一尊四子、二尊四子のいずれでも良いとする。それに対して、日蓮昌宗など、日光門流の多くは仏像を本尊とすることを認めず、本門の本尊とは文字曼荼羅のみであり、文字曼荼羅は、日蓮と一体不二であるとする。その背景には、日蓮宗が、ホッ行に解かれた、 釈迦仏を本物とするのに対し、日蓮正宗は、釈迦仏を正暴、消防、造謀時代の仏と捉え、日蓮を、末法の本物とするなど、本物間の相違がある。本門の題目本門の題目は、南無妙法蓮華経であり、また、本門の本尊を真珠して、南無妙法蓮華経と唱えることを言う。南無妙法蓮華経の言葉は、日蓮以前にも存在した。 その場合、南無妙法蓮華経は、妙法蓮華経という経典に帰えすることを意味する言葉だが、日蓮は、妙法蓮華経は、法華経の名ではなく、法華経の発体であり、心とした。また日蓮は、法華経28品を、広し、方便品、受領品を、略、南無妙法蓮華経を、用と位置付けた。すなわち日蓮において、 南無妙法蓮華経は単に法華行という経典に、南無するという意味の言葉ではなく、末法の主生を成仏させる根源の法そのものを意味する。本門の階段階段とは、従来の仏教においては、僧侶の受戒の儀式を行う場所を意味したが、日蓮の仏教の階段は、本門の本尊を安置して、南無妙法蓮華経の題目を行ずる場所を言う。日蓮は、 親戚が確認できる、ホッケ行者地難事、ホッケ取り要章、法務章で、本門の階段と名目だけ書き記るし、それが指す内容については言及していない。また、三大秘宝章では、本門の階段ではなく、受領品の階段と記されている。なお、三大秘宝章には、妙法が広まった時には、 最小の地に階段を混流すべきであるとの教示がある。この階段は、教団が目標とすべき理想を示したものとされる。教、気、字、国、教法ルフの戦後の語義は語行ともいい、日蓮独自の教版である。教版とは、教宗晩酌の略で、諸教の価値、列を、比較検討し、自らの終始混流の正当性を示すものを言う。教記事国章。 憲法傍賞、南条表栄七郎殿御所などに説かれている。語義は、憲法傍賞で、行者、仏法を広める用心と言われるように、仏法ぐずのために留意すべき、判断基準でもある。一般の教判が主に教理についての判定であるの、対し、日蓮が立てた語義は、教理だけでなく、主張が教えを受け入れる、能力、時代の特質、その国の国情、 それまでに広まっている教えを総合的に判断する基準であるところに特徴がある。今日一切の宗教の中で、どのような教えが人々を幸福へと導く適切な教えであるかを判定すること。日蓮は50、五重の相対、五十三段などを通して、南無妙法蓮華教こそが、末法に広めるべき教であるとする。 清家を受け止める主生の宗教的能力を判断すること。日蓮は、末法の主生は、釈存在世の血縁を持たず、南無妙法蓮華経の身によって成仏できる既婚の主生であるとした。時この時とは、仏法上の時であり、今日は、従来の仏教では主生を救済できない、第五の五百歳、すなわち末法であると知ることを言う。国その国の国情を知って、 仏法ををルフすることを言う日蓮は、日本国は、北ッ行に、上縁の国であるとした。教法ルフの戦後先に広まった教えを知って、後に広める教えを判断すること。日蓮は、後に広める教えは先に広まっている教えよりも、深い教えでなければならないとした。日蓮は大量の書簡を自筆して、弟子や信徒たちに発想し、 日光と日目と日常と日頂きなどの信徒や、弟子たちもこれを諸者し大切に保管したため、現在でも、新筆と見なしうる著作や書簡、断片は600点を超える。立正暗黒論、如来滅後五五百歳史官心本尊章多四百、余編。立正暗黒論に蓮連が、文王元年七月十六日に、特措法上時折に提出した文書が、立正暗黒論である。 日蓮は、相次ぐ災害の原因は、人々が消防である、ホッケ業を信じずに、浄土宗などの邪法を信じていることにあるとして、対立宗派を非難し、このまま浄土宗などを放置すれば、国内では、内乱が起こり、外国からは、侵略を受けると唱え、逆に消防である、ホッケ業を中心とすれば、国家も国民も、安泰となると主張した。その内容に激高した。 浄土宗の宗徒による日蓮襲撃事件を招いた上に、全宗を信じていた時よりからも政治批判とみなされて、翌年には日蓮が伊豆国に流罪となった。このことは、教えを広める者は何に合うという、法華行の言葉に合うため、法華行の行者としての自覚を深めることになった。しかし、時より没後の文英五年には、 モンゴル帝国から真珠を要求する国書が届けられて現行に至り、国内では時折の維持である執権法上自習がイボアに解き、タスクを殺害し、朝廷では五深草上皇と亀山天皇が対立の様相を見せ始めた。日蓮とその信者は立正暗国論をこの事態の到来を予知した予言書であると考えるようになった。日蓮はこれに自信を深め、 公安元年に改定を行い、さらに2回、立正案国論を提出し、合わせて、生涯に3回の国家官業を行った。一の谷入道御所、文営の役の際のもと、高麗連合軍による、対馬侵攻について、現在伝承されている日蓮の書簡のうち、県事元年5月8日付のいわゆる、一の谷入道御所に、日蓮が接した、当時の伝聞が伝えられている。 この、一の谷入道後昭和日蓮が、佐渡入る中に世話になっていた一の谷入道の、女房にあてて、文英の役の、翌々年に書かれたもので、その後段部分に、文英の役における、対馬の被害について触れたものである。これによると、猛古軍は上陸後、宗介助に以下の守護勢を撃退し、島内の民衆を殺戮、あるいは生け取りにしたりした上、さらには、 捕虜としたこれらの住民の手を通してつまり手のひらに穴をうがち、紐か縄などによってか不明だがこれを貫き通して船壁に並べ立てたという話を伝えている。ただし、講談にもあるように日蓮のこの書簡にのみ現れ手を通して云んが実際に行われたことかどうかはつまびらかではない。その他の書簡における猛虎襲来についての記載日蓮自身 一の谷入道五所以降の書簡において何度か、文英の役での被害について触れており、その度に、略奪や人々の連行、殺戮など、行きつ島の惨状について述べており、朝廷や幕府が、日蓮の教説の通り従わず人々もなむ、妙法蓮華経の題目を唱えなければ、行きつ島のように、京都や、鎌倉も、猛虎の殺戮や、 略奪の犠牲になり国は滅びてしまうとも、警告している。例えば、賢治2年うるう3月5日に妙密に当てた、妙密承人ご消息には、日本国の人々は、北っ行は、見こととけれとも、日連邦が悪ければ、南無妙法連華教とは唱えましと断りたまうとも、今一度も二度も、大盲古国より押し寄せて、行きつしまのように、 男は打ち死し、女は押し取り、軽鎌倉に打ち入りて、国主並びに、大臣百官等を絡め取り、牛馬の前に手立て強く攻めんときは、壮花な無名法蓮華経と唱え去る駅、北ッ行の、第五の薪を持て、日蓮が面を数う角打ちたりしは、日蓮は、何とも思わず、嬉しくそはべりし、不景品のごとく、身を攻め、進む持ち品のごとく身に当てと,としと,としと記している。 しかしながら、近年の研究によると、一の谷入道五所以降の書簡では、文営の役における息、津島などでの被害や惨状について幾度も触れられている。ものの、捕虜の手に穴を開けて連行するという記述は、一の谷入道五所以降の日蓮の書簡において、類する言及は見られないため、文営の役での情報が錯綜していた時期に、あまり根拠のない風文も、 書簡中に書かれたのではないかという推測がされている。日蓮は、鎌倉に現れ辻説法と、伊佐赤月矢渡省などで、他の仏教宗派を批判した際、四格言を述べた。真言亡国、全天魔念仏無限、律国族の四つを言う。ただし、自身はこれを四格言とは命名していない。自身は、法華宗の僧と称していたが、 一宗派を立てたという自覚に関しては、有無両説ある。すなわち、言は、サドル在時代に、自身の純正ホッケ州を組織すべくも決意されたとする、無は、しかるに日蓮は、何の胸の元祖にもあらずを根拠とした。もしくは、ホッケ州は、略、苦道実情の本物たる釈尊によって立てられた、と日蓮は主張した、とするである。など、 一般信徒に向けた日蓮の伝記や書簡の整理は教団の拡大が進展する室町時代頃から本格的に始まる。室町時代、応仁の乱以降に日蓮宗の強制拡大とともに教団内外の要請に応える形で各種の日蓮の伝記集が成立した。このうち元祖家同期と日蓮成人中華さんが まで模範とななる主要な日蓮伝の装壁となった日朝の元祖家同期は日蓮の書簡を主要転居として正しい日蓮の歴史像を明示しようという学級性の高い伝記であった。元祖家同期と時期を同じくして成立した延明院日朝日蓮成人中華さんはとりわけ日蓮の各種書簡と伝承された。 祖師伝説とを合わせて成立した絵巻による伝記であり、全国的な日蓮宗の不協網の拡大に合わせ、当時の日蓮宗とや交換にルーフしていた、超人的で理想的な祖師像に合致した内容でもあった。日蓮成人中華山の第59弾、猛古来は、文英の役について、一の谷入道五章を主な転居としており、一の谷入道五章で日蓮が伝えた。 手を通してて船にツつけといいう文言はここでも現れている特に日蓮聖人中華山は室町時代から江戸時代にかけての一般的な日蓮像の形成に強い影響を及ぼすことになる。日蓮聖人中華山は江戸時代に入っていくども漢本として出版されており、江戸時代における猛虎襲来関係の研究所では津田元抜き、 参考猛虎入港期や、軍書類獣の編者でもある、花は保木市の、蛍タル賞、立花の守る部、猛虎諸軍記弁義などで頻繁に引用されている。本来、日蓮聖人中華山は、文英公安の役についての資料としては二次的なものに、過ぎないのだが、江戸時代における、日蓮聖人中華山の扱いは、 立花の守る部が日蓮画んのごとき実記と述べているように実記として意識され大抵は無批判に引用される傾向があった日蓮成人中画んの文英、公案の役についての資料価値についての批判的研究は明治時代明治24年になって小倉習慣が高創文録などにある日蓮書館の詳細な分析を通さないうちは資料とは見なせない と論じるまで待たねばならならい。明治期に入り、小倉と同じ1891年11月に、山田朝香は、日本内外の猛古襲来関係の資料を収集した、副敵編を表した。副敵編は、前林国宝記や、衣装日本伝蛍タルバエ賞、猛虎諸軍記便儀、大橋突案、原稿記略など、江戸時代やそれ以前から続く猛古襲来史研究の成果を、 批判的に継承したもので、従来から引用されてきた諸資料をある程度吟味しながら、引用やその資料的な批判を行っている。一方で、副的編の編纂は、当時、福岡警察署長の内武たの主導で、長崎事件を機に進められていた、現行記念碑建設運動との関係で行われたものであり、 日清戦争への緊迫した情勢を反映して、江戸時代からの上位運動の流れを組みつつも、自衛のための国家主義を標榜するという山田朝香の思想的な表明の書物でもあった。山田朝香は、日蓮成人中華さんの手を通して船に手付けについても論じており、太平記の記述、手のひらを連作して原二貫ネタリア、日本書記と比較しつつ、 策を持って手頭と手頭を連結、シタルに必スして、女トリコの首相を戦勝し、策を換気厳端に決シタルを言いふなり、と述べ、捕虜となった人々の手首同士を綱や縄で結びつけているのではなくて、手のひらを奪って傷つけそこに綱を貫き通して、それらの人々を厳端に祝えつけた、と文言の解釈を行っている。さらに山田は、 日本初期の天智天皇の時代について書かれた、古来の前身の国家である、くだらでの事例を引き合いに出し、首相を、戦勝を、やり方を、朝鮮半島において、古来より続く伝統的行為とした上で、この行為を猛古というより高齢人によるとしている、立正大使、立正安国論に由来、ありがとうございます。